今月7月4日木曜日、中国軍の訓練監視任務に当たっていた佐世保基地所属の護衛艦スズツキ5100トンは、中国東部浙江省の 22km 沖合を航行していた時に、一時的に中国領海に侵入、約20分間航行して、その後領海を出た。これに対して、中国は強く抗議して、次のように発言した。中国の法律では、中国領海に入るいかなる船舶も、中国に申請、許可を得なければならないと述べた。この中国側の抗議に対して、日本側は国連海洋条約の無害運航権で問題ないと反論した。中国は日本の領土である尖閣列島に度重なる無断領海侵入を続けている。この行動から見ても中国は自分勝手な解釈であることは言わざるを得ない。今回は中国軍の訓練を監視する任務として出動したが、護衛艦スズツキは中国軍空母遼寧を監視する任務担当官でもある。